おはようございます。釣り子 TV です。やっと手に入れることができました、デプスのイボーク 4.0、ね、釣り具屋さんのオープニングセールでもしかしたら買えないかななんて思ってですね、行ったところ一つですね、ほんとね最後の一個ぶら下がってたんですけども、買うことができました。結構ねボリューム感満点ですね、こんな感じでパッケージね。はい、で価格がですね2600円ということで、まあ、ちょっとねマグナムクランクなんで、まあ、大きいしで少し値段の方もお高めだなということで、じゃあ早速ですね開けていきたいと思います、ね、パッケージはこんな感じで、シンプルな感じのパッケージで、デデデン、はい、出て、お手に持つとずっしりね、きますね。あ、でここがセロテープで止まっているから、まあボディにフッ素加工のですね、フッ素加工の針ね強力だから、これで手元に届く前にこう不意な、ね、フックサークルとか傷がつかないようにっていうことで、こう丁寧にでがっちりですね止められてます。はい、出てきましたね。ずっとね開発中からいろいろねキムケンさんのブログとか各種 SNS で姿は見えてましたけども、こんな感じで製品版ね、あーこのリップね、これがまあ、特徴的かなと思うんですけども、で強力そうなスプリットリングが最初からついていて、目はこう黒目がちですね、黒目がちな目で、で上には名前イボーク 4.0 で腹回り、結構フラットの面があるなっていう印象ですね。ここはちょっと幅広のフラット面が後ろまであって、で針がもう最初から触れたらかかるぞっていう感じの強力なフッ素加工の針がね、これはショートバイトとかもサクッと刺さりそうな、で太軸のね流儀の針だと思いますけども、標準装備でついております。で最初にじゃあちょっと重さね、重さ何グラムぐらいなのか見ていきたいと思います。イボークの 4.0、 これは何グラムでしょうか。おお、 56.5 グラム、およそ2オンス近くあるんですね。結構重めのボディっていうことで、で裏にねいろいろ使い方が書いてあるんでちょっと見ていきたいと思います。ビッグベイトパワーをまとったカバークランク、カバー回避力、直進性能にたけたイボークシリーズの基本性能をそのままに、大幅ボリュームアップされたマグナムクランクイボーク 4.0、 ノーマルサイズのクランクベイトでは見向きもしないハイプレッシャーコンディションにおいても、マグナムサイズのボリュームが放つ就魚効果によりビッグベイトに負けないパワーを発揮してくれますということで、で仕切り板など無駄を一切排除し、ボディ肉厚まで細かく見直された極限まで中空ルームを広く確保することにより、ボディ上下のバランスを起き上がりこぼしのようにすぐに立ち上がるバランスに設定、優れたボディバランスにより従来の ABS 製ルアーでは不可能と思われていた異次元のウルトラハイピッチアクションを実現、また障害物回避後に素早く立ち上がり狭いカバーの中でもしっかりと水を掴んでアピールします。固定ウェイトの最大の弱点と言われた飛距離においてもボディ形状を煮詰めていくことにより空気抵抗を軽減させ、ストレスのないキャストが可能となっています。早く負けるというルアージャンル、クランクベイトの利点を生かすため障害物回避性能を損ねない範囲で引き抵抗を最大限にカット、フルキャストからピッチングまであらゆるクランキングシーンに高次元で対応するセッティングです。でこの強力なフックですね、流儀ピアストレブルブルータル TC コートの10番ねがついていますということで、
ヘビータックル使用時、幾多のビッグバストのファイトにおいてもトラブルレスを実証できたブルータルを採用。リトリーブ中のひったくるようなバイトはもちろん、テンションフリー状態の非常時のバイトですらフッキングできるセッティングです。で、浮力バランスと重心位置を徹底的に詰め、ストラクチャーに強く当たりすぎない先行角度と高浮力ボディにより格段に障害物回避能力が向上。障害物にコンタクトした際、余計な平打ちを抑え直進性を高め、難航フラクトされていたカバーの隙間をストレスなくトレースすることが可能になります。まあ、中に無駄なその仕切り板とかがなくて、重心を設定することによってウルトラこうハイピッチな、大振りだけどハイピッチで小刻みなアクションをしてくれるっていうことで、でこのもう避ける気満々ですよね。障害物をねえガシガシと避けてくれそうな、この大きなリップでバシバシ直進性能が高いっていうことなんで、不意な、そういう風にかかってほしくなかったっていう根がかりが少なく、ダカ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 と来てくれる、こういうことみたいですね。でね、やっぱ動画とかでは琵琶湖とかのウィードエリアとかそういうところとかで超高速リトリーブとかでデカバスをパッタパッタとかけていくって、そんなイメージがあるんですけどね。関東の方でも最近本当ね、ノリーズで田辺のりおプロが、ね、亀山湖で超巨大なバスをビッグクランクで仕留めたりということで、徐々にですねリザーバーでのこういった大きなクランクを使って、そのエリアストレッチにいる大型の個体を狙っていこうというね、こういう釣りがにわかに流行り始めていて、で今はまあハイシーズンですけどね、特に冬場のちょっと寒い時期の、まあ、小さいバスがディープに下ってしまっていて、大きいバス、体力のあるバスがいる、そんなところにショートピッチでこういった大きなクランクを投げて、で小刻みにそのストレッチを打ちながら流していくと、そこのエリアにいる最大級のやつが食いついてくれるね。こんなパターンがね、去年ぐらいから流行り始めておりますが、まあ、そんなタイミングでまず使ってみたいなというところと、あとはね、まあ、亀山ダムではもちろん使ってみたいんですけども、とずらっぱらダムね、あそこもなんか大きめのルアーね、まだ解禁初年度っていうことなのか、結構反応してくれるんですよね。投げていると、あー食ったみたいな感じで、こういった今まではねちょっとビビって投げていなかったようなサイズの大ぶりなですね、ルアーにも果敢にアタックしてくれる魚がいる。でまあレギュラーサイズも釣れるんですけども、比較的これで食ってくればね40センチ以上ありそうだな、なんてそんなねボリューム感があると思うんで、早速持ってちょっとねそういったとずらっぱらダムとか、あとね三島湖なんかもハードプラグね、まだガンガンに魚、アタックしてくれてますんで、まあ、関東のリザーバーでいうとそうですね、ギルとかがメインベイトになっている時期とかもう絶対有効なんじゃないかなっていうことで、最近もねもう連日の猛暑ね、熱中症予防っていう感じでめちゃくちゃ暑いんで、ギルもねまあある程度以上暑くなっちゃうとね、ギルも見えなくなっちゃったりするんですけども、まあ暑ければ暑いほどね、ああいったベイトフィッシュが浮いて、でこういったルアーで取りやすい時期なんではないかななんていう風に思うんで、早速ちょっとね関東のリザーバーで、でまあ強めのタックルでですねこれを投げて、どんな感じで魚が反応するかなっていうのを、ちょっと試してみたいなと思って一つ買ってきてみましたね。こんな感じのボディで、まあなんていうかね、本当イメージ的にはギルクイバスに猛アピールしてくれるんじゃないかな。でね、こうプカーって浮上していくような時のやつをパフってさらっていくようなバイトも、このね後ろ元前ブルータルね、めちゃくちゃかかりのいい、こうちょっと触れただけでこう肌に引っかかっちゃう、こういう強力なえげつない針がついてますんでね、そういったバスもこうサクッと攻略できるんじゃないかなということで、投げ込んでいってみたいと思います。まだねちょっとね飼いづらいですけどね、徐々にねこれ冬の時期にも何回かね、生産とかがあるとねちょっと
もうなんかキラキラしたカラーなんかも欲しいななんていう風に思いますんでね、ぜひ見かけたらまた買ってみたいと思うんですけど、まずね1個手に入れたんで、とりあえずは、これを持ってですね、リザーバーに行っていきたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね、デップスの新しいクランクベイトイボークの 4.0、ね、これを買うことができたよっていうことで開封の動画でした。はい、釣り子 TV でした。